まっすぐ行ったら根室駅ですね。根室駅の動画は過去動画にありますので、ぜひご覧ください。駅っていいよね、風情がある、何かを思い出させてくれる。さあ今右に曲がってね、昨日行った花丸を通り、そしてまず浜中に行ってきますから、うん、浜中を治む素敵、めっちゃ海きれい、やばいじゃんこの海の綺麗さ。めっちゃ綺麗、最高のスタンドじゃん。わあ、すげえ。はい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 。はい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 。来ました。虫さんだ。かわいい。ありがとう。鳩さんもいる。すごいですね。ありがとうございます。すいませんでした。ありがとうございます。すごいことや。どうしようこれ。すげえ買っちゃったな。申し訳ないぐらい逆に。めっちゃ子猫。かわいい。釧路町ですね、千之助にちょっと用事があるので、ちょっと保冷パックと保冷剤を買いたいなと。売ってんのかな。そうだった、すげえ。さあ今から高校の時の友達に会ってきます。高校じゃねえや、大学の時のお友達、ご夫婦に会ってテンションが上がりました。わ、キリン屋ですよ。キリン屋懐かしい。キリン屋懐かしい。あのカナリア的な場所です、札幌で言うならば。すごい。あ、おはようございます。失礼します。あ、はい。新鮮そう。めっちゃうまそう。まだ11時13分、もうほぼ満席。ただいま1時5分ですね。ちょっと知らない間に実家で寝ちゃってました。爆睡してもうめちゃくちゃすっきりしたので、結構もうノンストップで帰れるんですが、最後に阿寒の道の駅でトウモロコシを買うのと、あとカントリーサインマグネットね、釧路市のを買って、札幌に帰りたいと
思います。実家からメロンとスイカをいただきました。懐かしいな、赤いベレー。これ感情もある。さあ、今から野菜を買いに行くんですが、ほんとね、野菜の場所は130。それでは札幌に帰ります。トマムからシムカップが通行止めでございます。事故だね。降ろされた。シムカップ村ですね。今回はシムカップ村、阿寒町、釧路市、立浪か、厚岸、浦幌か。よし、そんな旅でございました。前もね、なんかシムカップで終わった気がしますけども、関わっていただいた皆さん、ありがとうございました。そして視聴者さん、何人かお会いしましたけども、動画編集のモチベーションがかなり上がりました。今、韓国の、3話目で結構滞ってるので、時間がね、あまりないんで編集する。まあでも、モチベーションだいぶ上がったので、頑張ります。はい、以上でございます。大丈夫？天井低いからね。Magic show.